中、沢博本は、山梨県中駒郡竜王町出身の、元プロ野球選手。山梨県中駒郡竜王町出身、甲斐野市立竜王南小学校1年生から竜、南スポーツ少年団で、投資圏内野手として、野球を始める。竜王中学校では3年生になって野球部に入部、AS として、活躍、地区の選抜チームにも、AS として選ばれる。また、 短距離層、長距離層の学校代表として、陸上競技でも活躍。東海大甲府校入学後は、打撃センスを買われて、野手専門に転校。1年秋からレギュラーを獲得し、主軸を任される。2年生の時の夏と3年生の時の夏と、2年連続で全国選手権に出場。2年時の第85回全国高等学校野球選手権、大会では、初戦で、 高齢校にゼロの3で敗退。3年時の第86回全国高等学校野球選手権。大会では準決勝で同大会の優勝校である駒大と真駒まい校に8の10で敗退。自身は大会第30号となるホームランを放っている。高校通算17本塁打。高校卒業後は国際武道大学に進学。 大学では1年春の開幕戦からレギュラーとして出場。1年春から3年春まで5シーズン連続でリーグベスト9を獲得。1年と3年時にアイブフワールドカップ日本代表候補に上がり、2年時は全日本大学野球選手権大会、日米大学野球選手権大会、世界大学野球選手権大会に出場。3年時も2年連続で、 日米大学野球選手権大会に出場。4年次にも3年連続で日本代表に選出され、第4回世界大学野球選手権大会に出場。リーグ通算343打数117安打。打率341。通算117安打は、千葉県大学野球連盟歴代2位の記録。大学の同期に柴田幸平がいる。2008年10月30日。 プロ野球ドラフト会議において読売ジャイアンツから6位指名を受けて11月13日に契約金5000万円、年俸720万円で仮契約した。1年目の2009年は一軍昇格は果たせなかったが5月に骨折して2ヶ月離脱して出場機会は少なかったにもかかわらず2軍で打率3割をマーク。本職は3類種だが1年目から 内野の全ポジションの守備についた。2010年は春先に不振に陥ったが、夏頃には復調し、出場機会こそなかったものの初の一軍昇格を果たし、降格することなくシーズンを終えた。2011年は一軍出場はなく、二軍でも打率。254に終わった。守備では三塁手のレギュラーに中井大輔が定着したために類種を中心に守った。 2012年11月13日、横川市学、井野クとの交換トレードで、近人健人と共に東北楽天ゴールデンイーグルスへの移籍。2013年は一軍で開幕を迎えるが、出番はなく二軍落ち。その後再び一軍昇格を果たすと、4月28日の西武戦で途中から守備につき、プロ初出場。またこの試合で、初打席初ヒットを放った。 2014年も一軍で開幕を迎えたものの、出場試合はなく、4月2日に登録を抹消された。その後も一軍登録されず、10月3日に戦力外通告を受けた。12月2日、自由契約公示された。2015年から幼児や小学生を指導するジャイアンツアカデミーのコーチを務めている。巨人時代、ありがとうございます。